ホホイオセハ・フティスニアは、アメリカ領サモアパゴパゴ出身の政治家。1981年からアメリカ合衆国会院大議員を通算4期務めた。民主党員。1937年、スニアはアメリカ領サモアのパゴパゴ地区で生まれた。地元のサモアナ高校を卒業後、1960年にハワイ大学で学士を取得した。 1960年代前半には、サモアの選挙委員を務め、1966年から1972年まで、アメリカ領サモア政府観光局長を務めた。1962年には、サモアニュースが身を創刊した。1969年、アメリカ領サモア議会上院議員選挙に立候補し、1970年から1978年まで、議員を務めた。 1980年、サモア初のアメリカ会議員選挙が行われ、スニアは民主党系の無所属候補として立候補した。選挙では3名の立候補者中、3277票と最多得票を獲得した。過半数を獲得できなかったため、決選投票に進み、無所属候補のエニファレオマバエガとの一騎打ちを制し、アメリカ領サモア初の会議員に選出された。 出席補佐官、マシュユーリと共謀して、虚偽の給与請求を行い、総額13万3920ドルを政府から採取したことが発覚した。1988年9月5日に、会員議員を辞任。翌6日には、会員倫理委員会により、懲会聴問会が開かれる予定だった。12月4日、杉谷は5ヶ月から1年3ヶ月の禁固刑を宣告された。 この際、6万5千ドルを支払い当弁取引を行っていたとされる。弟、田植えセスニア第55代サモア巡州知事、第6代サモア巡州副知事邸、イップラシスニア第8代サモア巡州副知事、ありがとうございます。